おはようございます今日は女性の裏声についてお話をしていきたいと思います、まあ、このお話もね結構昔からずっとしてきてることなんですけども、まあ、ブログでも散々書いたしただちょっと最近ねこのお話してなかったのでまたちょっと 久々にねお話ししていきたいと思うんですけども、えー、僕は昔から、ね、何を言ってるかというと女性には裏声っっててないよっていようお話ですこれに関しては女性の生徒さんが牛にねいらっしゃった時に必ずお話ししてることなんですけどこれがわからないと結構声の謎が解けないくなっちゃいいますでいろんな声の謎ってあると思うんですけどもこれ一つ分かることによって解決されること多くなると思いますだし発声も変わってくると思うので ここら辺の理屈っていうのをちゃんとね、理解していただければなと思うんですけども、さっき申し上げたように女性には裏声がないということです。ここら辺は生理学の世界では、まあ当たり前だし、まあみんな知ってることだと思うんですけども、ただそれがその歌をやってる人まではちゃんとその情報っていうのが届いてないんですよね。 だから歌をやってる人でも女性に裏声がないっていうことを理解してない人たちっていうのはすごく多いです。ただ僕もお医者さんと話す機会とかね、うちお医者さんの生徒さん多いので、そういう話をする機会とかあるんですけども、まあ、女性には裏声がないというお話をします。 で、まあ、それに関してのね、証明できるようなお話っていうのを今からしていきたいと思うんですけども、まず一つ目として、えー、皆さんオペラってね、あんま見たことない人とある人がいると思うんですけども、オペラ歌手の女の人ってどういう風に発生してるかっていうの、大体想像つきますオペラ歌手の女の人。ポップスと発生全然違うと思うんですよ。音色がね、全然違うんじゃないかなと思います。当然男だってそうなんですけども、女性の方が明確に 違うような感じがするんじゃないかなと思います。どう違うのかというと、声楽のね、オペラを歌ってる人の発声って、女性の方って全部裏声で歌ってるような気がしません、えー、あんまり聞いたことない人は YouTube 開いて、なんでもいいです。声楽でもオペラでもなんでもいいので入れてみて、女性の声楽家のね、人の声聞いてみてください。えー、ポップスの人みたいに、あーってこういう風にね、歌ってる感じじゃないはずです。 みんな大体こういうね、裏声を使って歌ってるんじゃないかなという、えー、印象を持つと思います。それに関して、女性って裏声で歌ってるよねって多分印象を持つと思うんですけども、男性の声をね、想像してみてください。聞いたことない人は聞いてみてください。男性の声っていうのは、こういう声で歌ってないんですよね。これ男性の裏声です。今ね。 これが声楽の発声ですよね。こういう声で歌ってないですよね。こういう声で歌う歌手もいるんですよ声楽でも、えー、こういう声で歌う歌手のことをカウンターテノールって言ったりね、ソプラニスタって言ったりしますけども また、厳密に言うとソプラニスタとカウンターテノールというのは違うんですけどね。まあ、それはちょっと置いといて、とりあえず裏声で歌う歌手のことをカウンターテノール。男の人ですよ。男の人で、そういう声で歌う人をカウンターテノールと言います。えー、日本ではメラさん。えー、メラさんは、えっ、ー、と、もののけ姫のね、曲歌ってるね。張り詰めたーっていうね、あれね、歌ってる人ですよ。 あれ歌ってるのはメラさんでカウンターテノールですよね。それと、まあ、あんまりテレビですごく露出が多いかって言ったら、そこまでではないですけど、岡本智隆さんね。これはソプラニスタと呼ばれている人ですね。ソプラニスタっていうのは裏声で歌ってるんじゃなくて、そもそも、まあ多分声変わりをしてないんでしょうね。声変わりをしてなくて、字声がもう裏のような声になってる人。だから結局あれも裏声じゃないんですよね。 裏声というのが出せない。地声からもう裏声みたいな喋り声の人。え、安田大サーカスのクロちゃんみたいなね。もう全部初めから裏声の人。あのまま歌うと結局、喋り声が裏声だから、裏声のように聞こえるわけですよね。だからそのまま歌ったら裏声になりますよね。だからそういう人を、まあソプラニスタ。裏声で歌ってるんじゃなくて地声で歌ってるんだけど、裏声のように聞こえるという。男性の裏声の音域まで出てしまう。 そういういい人をソプラニスタって言います声楽の中ではテノール歌手からカウンターテノールに転向する人っていうのはすごく多いです僕の知り合いでもすごく多かったですただソプラニスタっていうのはもう天性のものなのでソプラニスタに転向するっていうことはできないんですね天性のものなのでまあ裏声で歌う歌詞のことをとにかくカウンターテノールって言います で、声変わりしてなくて全部なんか裏声のような声になってる人を、喋り声の時から歌声まで全部裏声になってる人を、まあソプラニスタって言ったりします。えー、なんですけども、まあ男性は今言ったように、そういう風にカウンターテノールだとかソプラニスタっていう声種があって、声種で言うと、男性っていうのは一番低いのがバス、それからバリトン、テノール、そしてカウンターテノールっていうのがあります。 これが男性の聖種ですね。それに対して女性っていうのは、アルとメゾソプラノ、ソプラノっていう聖種があります。カウンターソプラノっていうのはいないんですよ。なんでかというと、結局、裏声というのは男性にしか認められないんですよ。これは生理学的に、音声生理学的に男性にしか認められてないので、女性にはカウンターソプラノっていうのは存在しないんですね。それはさっきも言ったように、そもそも女性というのは裏声がない。全部字声で出してる。から、 え、裏声というのが存在しないからカウンターソプラノっていうのは存在しないんですよ。え、一般的には女性っていうのは多分、性格をやってない人とかだったら裏声っていうのは自分の中に裏声っていうのはあるという感覚で歌ってると思うんですけども、性格家の女の人にね、こういう話すると自分は裏声で歌ってるという感覚がないっていうんですよ。多くの人たちが。で、うちにいらっしゃる、例えば初心者のね、 え、人とかに、こういう話すると自分は裏声の感覚があるっていうんですよ。面白いですよね、女性っていうのは。だからある程度その声がね、出せるようになった人っていうのは、別に裏声で歌ってる感覚というのがないということです、女性の場合。え、ある程度歌えるようになったらっていうのはどういう段階のことを言ってるのかというと、ある程度喉を開けて発声ができるようになった人たちっていうのは、そういう裏声の感覚がないということです。まあ、この動画見てる方で、 え、嘘、女性って裏声ってないのって思ってる女の人は、ちょっとやってみてほしいんですけども、例えば、この音ね、えー、裏声で出してみてください。あ裏声で出してみてください。これを、例えば、低い音まで。あああ裏声で出してみてください。今。裏声で出してみてください。今、裏声でね、これ例の音ですけど、裏声で出したときに、 低音域まで裏声で出せますよね。地声にならずに低音域まで裏声で出せますよね。で、逆にこのまま地声でね、この例で地声で出すのってすごく大変だと思うんですけども、地声でね、出してみてください。ね、その時の自分の喉の感覚っていうのがどういう風になってるか、ね、ちょっと感じてみてください、えー。裏声で出している時の喉の感覚っていうのは、喉を開けてる感覚があるはずです。ね、女性はね。 男性じゃないです今これ女性の話ですよ。男性にはこの感覚ないですからね。男性と女性っていうのはここら辺違いますから、これは女性にしかない感覚です。えー、喉を開けると裏声のような声になるっていうことですね。えー、だからオペラ、声楽歌ってるオペラ歌手でやってる人たちっていうのは、喉を開けたら裏声になるわけですよ。喉を開けると裏声のような声になる。男性っていうのは喉を開けても裏声にはならないんですよ。 女性の人たちは男性も喉を開けたら裏声になるって思ってるかもしれないけど男性は喉を開けただけじゃ裏声にはならないんですよ。 男性と女性の裏声っていうのは全然別物なんです。女性の持ってる裏声の感覚と男性の持ってる裏声の感覚っていうのは全然違いますから。男性っていうのは中音域以下は裏声出せないんですよ。さっき僕裏声で、ほーって出しましたけど、ほーってもう地声になっちゃうんですよ。女性の方はこれわかんないですよね。男性も下まで裏声でいけると思ってますから。でも、男性っていうのは低音域裏声で出せないんですね。はー 声になっちゃいますからだから男性っていうのは中音域以上は裏声で出せるんだけど低音域っていうのは裏声で出せないんですよ女性っていうのは全部の音域を喉を開けたら裏声と呼ばれてる声で出せるということですねだから喉を開けると裏声になるっていうのが女性の声の特徴裏声と呼ばれてる声になるっていうのが女性の声の特徴要するに裏声ととといいいううのはないということですだから声楽でよくねこういう疑問を持つ人がいるんですけどなんで オペラ歌手って女の人たちは裏声で歌ってんのに男の人たちって地声で歌ってんのって、ね、思ったことある人多いと思うんですけどもこれに関しては女性も男性も地声で歌ってるんだよっていうことこれがわかんないと混乱が起きますからそういう疑問を持ったことある人多いと思うんですけど 女性も男性も地声で歌ってるんだよっていうこと。例えば、あの、僕のこの声ね、僕、大学入った時びっくりしたんですよ。音大入った時びっくりして、よくね、女の子の友達から、リーさんの声って、全部裏声で喋ってるよねって言われたんですよ。これね、女の人にしか言われたことないんですよ。意味わかります僕今、裏声で喋ってますか喋ってないですよね。男の人には裏声で喋ってないってわかるんですけど、女性は、僕がね、裏声で喋ってると思う人が多いみたいなんですよ。 で、これね、すっごい言われたんですで。僕ね、全然わかんなくて、人に教えるようになってから、こうやって生育の勉強をするようになってから気づいたんですけど、要するに、さっきも言ったように、女性っていうのは喉が開いた声を聞くと裏声に聞こえるんですよ。声楽家の人はですよ。ある程度その喉を開けて歌うっていうことが身についてる人たち、えー、は、喉を開けた声を聞くと裏声に聞こえるみたいなんですよ。 だから僕の声って普通の人よりちょっと喉を吐いて聞こえると思うんですよね。えー、だからこの声を聞いて僕の喋り声から裏声に聞こえるみたいなんですよ。声楽家の女の人たちって <laughs>。不思議ですよね。だからこれわかんなくて、いや裏声でなんか喋ってないよと。裏声で喋ったらこういう風になるから、裏声でなんか喋ってないよって言うんですけど、女性の人たちはやっぱりこれが裏声に聞こえるっていうね。不思議な体験をしたんですけど、で、またちょっと別の話で、例えばね、あの声楽のね、音大の先生とか、 女の先生とかよくね、こういう喋り方のね、女の先生って多いんですよ。ソプラノの先生で。で、あれとかだって、男の先生で、こういう喋り方のね、男の先生ってね、当然いないですよ。ソプラニスタの先生がいればまた別かもしれないですけど、基本的にはそういうね、先生っていうのはいなくて、でも女の人っていうのは、女の先生ってね、そういう喋り方の先生が多くて、まあ、それだって結局一緒ですよね。普通の人より喉が開いてるんですよ。喉が開いたような喋り方してるから、 喉が開くとそういう声になるということ。だから、大学1年生とかね、音大の1年生とかで、よくね、先生に、あなた普段からこういう風にね、こういう風に裏声で喋ってなさいっていう先生がいるんですけど、それも、あの、生徒が結局喉が閉まってるから、喉を開けてもうちょっと喋りなさいっていうこと。喉を開けて喋りなさいっていうのが結局喉を開けるとそういう裏声みたいな声になるから、裏声と呼ばれてる声になるから、普段からそういう風に、 喋ってなさいと。だそのぐらい閉まってるよということですね。喉が閉まっちゃってるよということです。それを問題の先生たちはアドバイスするわけですね。それは、あの、裏声で普段から喋ってなさいって言ってるわけではなくて、普段から喉を開けてしゃる、もうちょっと喋りなさいって言ってるわけです。そうすると、まあ、歌声ももっと喉が開くからっていうふうに言ってるわけですよね。 だからよくあの、学食とかでね、ご飯食べてて、女の子の友達がレッスンから帰ってきたりすると、散々ね、先生に喉を開けろ、喉を開けろって言われてるもんだから、レッスンから帰ってきたらこう、こういう声のまま、あの、戻ってないんですよね、声が。普段の喋り声に戻ってなくて、数分間その声からね、戻らないって。 言ったりしてる女の子とかいましたけどね。男は絶対ありえないじゃないですか、そんなの。まあこれね、男の人見てたらわかると思うんですけど、男は絶対ありえないんですよ、そんなの。あの、レッスンから帰ってきたら声が裏声になってるなんてね、絶対ありえないですよ。で、女の子の場合は、なぜそういうことが起こるかというと、それも一緒。喉を開けると、裏声と呼ばれる声になるから。 だからほんとここら辺は女の人の感覚ですよね。だからこれを踏まえて女の人たちっていうのはどういうふうに発声を作っていかなきゃいけないかというと、発声練習をするときっていうのは喉を開けなきゃいけないですよね。喉を開けなきゃいけないから、だからやっぱり裏声をイメージしながら発声をしなきゃいけないです。よくあの、うちの質問で昔からポップス歌ってて、声を裏声に切り替えるときにうまくいかないとかっていう質問がね結構来るんですけど、それはそもそも喉を開いてないからですよ。 喉を開けて発声練習して、そこの喉を開けて歌う、そういう裏声、いわゆる僕も便宜的に裏声っていう言葉を使いますけど、裏声のクオリティを上げる。要するに喉を開けて歌った時の声のクオリティを上げていけば、ね、喉閉めることっていうのは簡単でいつでもできるわけですから、ポップス歌いながらその裏声の切り替えを綺麗にするっていうのは、 その喉を開けた時の発声のクオリティっていうのを上げていくっていうことです。要するに地声の喉を閉めた時のクオリティを上げて、裏声に綺麗に切り替えるっていう、そういう考え方ではなくて、そもそも発声練習を全部裏声でやって、ポップス歌う時はその地声と言われてる声で歌って、で、その高い音をその発声練習で出してる喉の開いたね、裏声っていうのに綺麗に切り替えていけば、この切り替えもうまくいくわけですよ。 だからその裏声と呼ばれている声のクオリティ、要するに喉を開けた正しい発声のそのクオリティを上げていくっていうことがすごく重要になってきます。発声っていうのは喉を開けていくっていうことの方が当然ね大変なわけで、喉を閉めるっていうことはいつでもできますから、女性の方はとにかく裏声のクオリティを上げていく。発声練習の時は必ず裏声でやること。 あーあなんて発声練習しても喉閉めてやってても喉が消耗するだけで正しい筋肉もついていきませんから喉だけが消耗していくので必ず発声練習する時っていうのは喉を開けて裏声をイメージして発声することがすごく重要になってきますここら辺男性の感覚と女性の感覚っていうのはまあ、一緒ですよその喉を開けて発声するだけなので一緒なんですけど こういうことがちゃんと理解できてないと、例えば男の人、僕がね、女の人に教えるときに、教えられないじゃないですか、こういうことが理解できてないとねい。そういうことを理解してない指導者の人たちってすごく多いですから、喉を開けて、でも地声で歌ってとかっていう先生もいるわけですよ。そうすると、わけわかんないじゃないですか。喉を開けたら裏声になるのに、でも地声で歌ってとかって言われるともう、わけわかんないので。 基本的には発声練習の時はちゃんと裏声で発声して、ポップスを歌う時っていうのは、それの応用で、地声で歌うわけですよね。男だってそうですよ。発声練習の時は喉をしっかり開けて、あ<ー>喉を開けてしっかり歌って、ポップスの時はこんなに開けないわけですから、当然。こんなに開けないわけですから、その応用でポップスを歌っていくわけですから、基本は基礎は喉を開けて歌うこと。ではそれは女性の場合は、裏声になるということです。 ここら辺しっかり整理して、今日僕が言ったね、女性には裏声がないっていうことをしっかり理解した上で練習に励んでいただければと思います。はい今日もこの動画が良かったという方はグッドボタンとコメントお願いします。今日もご覧いただきありがとうございました。